それでは今日の後半の話で、中国十三方の計算量の見積もりをしたいと思います。で、このお話は前回ですね、その中国十三方での使ったそのモジュラー三方のアルゴリズムが出てきたときに、その計算量の話が出たんですけれども、まあ、今日はその見積もりを実際に行うということです。で、一応この中国予定理、中国十三方のノーテーションを一応、決めておきますと、まあ、N1 から NK が R の、カーが R の元で、まあ、互いにそうですと。でそれから、A1 から AK を R の元とするときに、その、まあ、次の条件を満たす A を求めるというんですね。各、I イコール1から K までに対して、A を Ni で割った乗与が、まあ、Ai に等しいと。だから A が Ni を法として Ai と合同であるような、まあ、A を求めましょうというのが、この、まあ、中国十三方です。の問題のわけですね。で、それからと、数の長さに関しては、以下のような仮定をしておきます。と、今出しました方の N1 から NK については、単精度としますので、そうすると、Ni の、レングスというのは、オーダーの1と表記することができます。それから、乗与の A1 から AK に関しても、これらは単精度と仮定しまして、そうしますと、まあ、AI の長さも、まあ、オーダーの1と表記できます。それで、あと、N1 から NK の積ですね。N の長さなんですけれども、この N の長さはオーダーのラージ L というふうにしておきますので、このことから、その、法の個数、K の値が、まあ、オーダーのラージ L で見積もられることがわかります。で、まあ、こういう仮定のもとで、その今回はその中国十三方の計算量を、このラージ N の関数として求める、見積もりというのは、まあ、ここでこれからやることです。ここまでいいでしょうか。で、一応計算量の見積もりを行う際には、そのアルゴリズムを使い、見ていきます。順に追っていきますので、その中国十三方のアルゴリズムをこう復習しておきます。で、まず最初にこのステップ1ではですね、その、まあ、その i が1から k までの間で、まずこの、これまで何回か定理で出てきました、この ei という値を求めることになります。で、まあ、求め方としては、まあ、今までやった通りなんですけれども、n を ni で割った数を、まあ、ni スターと置きまして、で、ni を法とする ni スターの逆減を求めて、これを ti と置きます。で、この逆減の計算は、ni スターと ni から始まる、各所ゆっくりと誤助法から求めることになります。で、それで ti が出たときに、出ましたら、この ei としては、この ti と ni スターの積を高台にするという形になります。で、これをその、まあ、e1 から ek までですね、繰り返して求めた後で、まあ、次のステップでは、この a1、e1 から ak、ek のその積を求めて、これを a にすると。で、最後のステップでは、この a を、その、法の積 n で割った乗与を、計算しまして、まあ、これが答えになるというわけです。で、今度はその計算量をその見積もっていきましょう。まず最初に、N、ステップ1ですね、ステップ1の各内科を見ていきますけれども、ここでその Ni スターを計算するときの計算量を見ます。これ n を ni で割っているんですけれども、まずこれ多倍長数を扱いますので、それぞれの数の長さをこうちゃんと見ていかないと、その計算量の見積もりが正しくできないことになりますので、まずそれぞれの数の長さを見ます。で、n は、
の長さは、先ほどの仮定から、まあ、オーダーのラジエルだったわけですね。でそれから、Ni は単精度数としておりましたので、Ni の長さはオーダー1ということになりまして、で、ここでは、長さ、多倍長数を単精度数で割る、その、割り算ですので、まあ、序算の計算量はオーダーの L ということになります。で、次のステップなんですけれども、次はステップ B で、拡張ユークリッド誤助法を行っておりますが、ここでも、この与えられている数の長さをこう見積もることになりますね。でそうしますと、まず Ni スターの長さは、オーダーの L と、それから、Ni の長さは、これ単精度ですので、オーダー1ということで、これは先ほどその事実だけ提示しましたけれども、こういう 2つの長さの数の入力に対する拡張ユークリッド誤助法の計算量は、それぞれの入力の数の長さの積に比例するということでしたので、まあ、オーダー L ということになります。でしょうか。で、次のステップ2の C ですね。2の C で、ここではその Ti×Ni という乗算を行っておりますので、この計算量を見積もります。まずそれぞれの数の長さを見ますと、Ni スターの長さはオーダーの L と、それから、Ti の、長さはオーダーの1です。なぜかというと、まあ、拡張ユークリッド誤助法を、求めていきますので、最初にですね、そうか、拡張ユークリッド誤助法の最初のステップですね。最初のステップは、Ni スターを Ni で割る序算ですね。で、Ni スターっていうのが長さがオーダー L で、Ni が長さ1ですから、そうすると、この Ni スターを Ni であった乗与っていうのは、その長さっていうのは、この助数の長さ以下になるわけです。だから、そうすると、この拡張ユークリッド誤助法が出てくる、この乗与っていうのは、この3番目以降の要素、数の乗与っていうのは、まあ、オーダー1になりますので、この Ti も、オーダー1になりますかね。ちょっとすみません、まだ後で確認しています。まあ、こういうふうなことから、その乗算の計算量は、まあ、オーダーの L になるということになります。で、最後、ステップ2で、この AE1 から AKEK までの積の和を求めますけれども、ここでは、その各 EI の長さが、L と。それから AI の長さがオーダー1ですので、そうしますと、これまで加算と乗算の計算量をやってきましたので、まあ、それを踏まえますと、乗算と加算の計算量の合計がオーダーの L ということになります。で、最後に、その A ですね、このステップ2の結果を、その N で割った乗与を求めますけれども、A の長さがオーダーの L で、で、それから N の長さがオーダーの L ですが、そうしますと、この時の序算の計算量は、これも、詳しくはやりませんでしたけれども、それぞれの数の長さの積ということになりますので、オーダーの L2 乗ということになります。ということで、以上をまとめますと、こういう、
こういうことになるんですけれども、結論から言うと、その計算量を、L の関数として求めると、オーダーの L2 乗ということになるわけです。ここまでいいでしょうか。はい、ということで、今回は、計算量をまとめて解説しましたけれども、序断の計算量と、それから、あと、拡張ゆっくりと誤助法の計算量について触れた後で、中国十三法の計算量の見積もりを行いました。次回の内容ですけれども、次回からまた内容がちょっと変わりまして、最後の次回と次次回ですね、最後の2回は高速乗算法という高速アルゴリズムについて解説をします。で、次回はその中で、唐津波の乗算アルゴリズムというのを紹介しまして、特にその整数の乗算アルゴリズムと、一変数多項式の乗算アルゴリズムについて紹介したいと思います。ということで、今日の講義はここまでしたいと思います。お疲れ様でした。